平野紫耀の謎めいた姿勢、ファンの期待と混乱の中で、平野紫耀のジャニーズ退場から生じた混乱。5月22日、ジャニーズ事務所を退所した平野紫耀。この突然の決断により、彼のファンたちは未だに心情が落ち着かない。一方で、退場後にネット上で目撃情報が多発し、ファンの間で混乱が広がっている。 この混乱に対して一部のファンは冷静な態度を保ちつつも多くの人が彼の行動や状況に関する確かな情報を求めている。目撃情報の広がりと混乱。平野仕様を見たという目撃情報がジャニーズ退場後に急増している。通常ならば慎重なファンも今回ばかりは平野に飢えているともいえ情報はたちまち拡散された。 しかし、その中には確かではない情報も多く、ツイッター上では、どれが本当で、どれがデマなのかわからない、といったコメントが相次いでい,いる。例えば、横浜のちびまるこちゃん美術館に平野潮君がいたらしい、という情報があり、これに対するリプライが殺到したが、発信元のアカウントが削除されている。このような情報が広まる中、 ファンたちは真偽を見極めるのが難しくなっている。ファンの混乱と心情。ファンたちはこのような混乱に対して異なる反応を示している。一部はジャニーズ辞めたからってプライベート情報を拡散していいわけじゃない。こういう時こそそっとしてあげるのがファンでしょといった意見を主張しており、アーティストたちのプライバシーを尊重する姿勢を示している。 一方で、平野くんが元気で暮らしてるのか、どこにいるのか、どうしても毎日気になっちゃう、という本音もかいまみられ、ファンたちがアーティストへの期待と興味を抱いていることが伺える。これは平野市用がファンたちにとって、単なるアーティスト以上の存在であることを示唆している。平野市用の CM 契約と続く存在感。ジャニーズ事務所を退所したにもかかわらず、 平野紫耀は現在も消臭財宝交際パブリンズ P&G とボシュロムジャパンのコンタクトレンズの CM 契約を続けている。これにより彼の姿はテレビや店頭の反則物で見ることができファンたちにとっては心強い存在となっている。ネット上では従前仕くんの CM 見れた。 といった報告が相次ぎファンたちは彼の姿に触れることで安心感を得ているようだ。また、店舗の店員に対しては、いつまでパネルは飾られるのかといった質問が寄せられ平野の存在感が続くことに期待が寄せられている。平野主演ドラマの、衣装はパネル展に殺到。一方で、平野主演のドラマ、黒詐欺。 TBSK2022 年10月期のブルーレイ &DVD ボックスの発売を記念した衣装パネル展が東京 h m v b o o ス渋谷で開催されている。平夜自体は来場していないものの平日でも多くのファンが集まり入場整理券が閉店前に配布終了することもあるほどの盛況ぶりだ。彼のファンたちは 彼の過去の作品や演技に触れることで彼の残り顔を感じようとしている。これはまさに平野仕様のファンたちが彼に対する深い愛情と期待を抱きつつ彼の姿を求めている姿勢の現れと言えるだろう。平野仕様の未来への期待と混沌の中で平野仕様のジャニーズ退場後、 彼のファンたちはまだに彼の行方や状況について知りたいという気持ちと尊重と混乱の中で揺れ動いている。彼の存在感は CM やドラマ関連のイベントなどで続いており、ファンたちはその残りがを求めている。ジャニーズ事務所を離れた彼の未来に対する期待は大きいが、 ファンたちは同時に彼のプライベートな部分を尊重し、冷静な姿勢を保つことも求めている。これからの平野市王の活動や姿勢に注目が集まる中、ファンたちは彼の新たな一歩に期待と祈りを寄せている。